あのゲームはですね、まあ、4人対1人の、まあ、戦いなんですけども、とにかく頭を使っていると、頭を使うところと、あとはこう仲間同士の場所の把握ができないっていう、そのドキドキ感であったりとか、で最近だとキラーの能力の、アップデートだったり、まあ、その個性がたくさんあるので、やっていて飽きないところ、ステージも追加されますし、今度もネットフリックスさんとコラボしたキラーが来るので、私、デイライトの人みたいになってるんですけど、それもすごい楽しみです。そうですね、そのデッドバイデイナイトと、今だったらモンハンすごくやり込んでると思います。そうですね、配信の時は結構素が出てるかなと思います。あ、なんかそれは私ラジオ番組を前やっておりまして、でラジオって8秒間の無言は放送事故って言われてるんですね。だからそれで結構鍛えられているっていうのが強いと思います。でも昔からよく友達とやってる時もよく喋りながらゲームするねって言われてたから、そんなに苦じゃなく楽しんでやっております。そうですね、私のそのゲームのチャンネルはゲームに興味ない方も見に来てくださってるので、やっぱりそういう方に少しでも分かってもらえたらいいなっていうのを考えてやってます。スクエアエニックスさん のファイナルファンタジーのシリーズで私が小学生の頃にやってた、はい、クリスタルクロニクルっていうもののリマスター版が、はい、使用できるということで、それが今すごい楽しみなのと、はい、あとはそのままスクエアさんでいうと FF7 のリメイクと、うん、はい、あとはそうですね、プレイステーションさん、ソニーさんで、はい、ディーモっていうゲームと、うん、あとバンナムさんでリトルナイトメア2とかはやってみたいです。どんどん出てきますね。それでいうと、FF7 今日新しい映像実は朝出てたんですけど、見てないですか？それはまだ見てないです。ちょっと多分ブースでも流れてると思うんで、はい、見てみます。めちゃくちゃ可愛いエアリスが出てきてたんで。あ、そうなんですか、はい、綺麗なグラフィック。あんなカクカクだったのに前は。いや、もう本当に最新のシーズンで、ぜひ楽しんでいただければと思います。はい、そうですね、そう14、15日が一般公開日となっておりまして、そうですね、やっぱり皆さんゲーム好きな方がたくさん来られると思うので、もうその自分の好きなゲームの会社のところにもう思う存分こう堪能しに行っていただいて、であんまりゲーム知らないよっていう方はなんかちょっとそうだな、どこがおすすめかな、そういう方々だったら、私だったらやっぱりそうだな、カプコンさんだったりとか、ソニーさんのところに行けば多分なんか、あ、私でもできそうとか僕でもできそうっていうゲームはある気がします。なので、楽しみ方は人それぞれだと思うんですが、せっかく来てもらえたということで、最後まで楽しんでもらえればいいなと思っております。暑いので気をつけてください。